Perfetto, ragazzi e ragazze, si può continuare su Shining Resonance in compagnia del vostro Diablodex. Vediamo un attimino da che direzione bisogna proseguire. Ah, ecco, quindi siamo già in direzione quasi giusta, diciamo. Dobbiamo andare... vediamo un attimino, eh. Ok, credo che dobbiamo andare qui, eh. Credo, poi... No, no, beh, sicuramente non sbaglio. Bisogna andare qui, ragazzi. Bisogna andare qui, sono sicuro. Ci sarà un evento da fare, infatti. Ci viene indicato. Perché ora noi andremo a fare l'evento principale, in modo da rendere il gameplay molto, molto e molto piacevole. Ok? Va bene, vai. Ecco qui, l'evento si svolgerà qui. Perfetto, andiamo. Ora credo che dovranno parlare loro, perché sicuramente andrà così. E noi ci sentiremo tra poco, ragazzi. A tra poco. Sono io una mono azumete. Ittai nani o takurande iru no da. Masaka. Yugdorashir o fukkatsu sase. Teikoku no senryoku ni kuwae you to demo iu no ka. Yugdorashir o desu to? Tashika ni sore wa. Nagaki nemuri kara. ドラグマキナを目覚めさせ一般的なドラゴンソウルからドラゴンを再生することに成功した帝国なら不可だとしたらそうなる前に何とか手を打たないとちょっとごめん実はまだよく分かってないんだけどユグドラシルって何光竜様がユグドラシルをご存じないのですか？それはまたいかなるわけでしょう。だから僕は光竜じゃないんだってば。僕自身はユグドラシルのことなんてあの時に初めて聞いたし。ま、帝国のゲイルリッツ監獄にずっと閉じ込められてたそうですから、いろいろ知らないことがあるのも無理ないですね。仕方ありませんここはお姉さんがいろいろ教えてあげましょうユグドラシルというのはこの世界が生まれた原初の時から存在したと言われる最高位のドラゴンなんですユグドラシルは全部で5体いて陸竜、海竜、空竜、冥竜、光竜という名前で呼ばれていますただラグナロクの時長い戦いの間に傷ついていたユグドラシルは神を封じるために最後の力を使い果たしドラゴンソウルとなって滅びてしまったんです光竜様だけが肉体を失ってもこの世に意識をとどめドラゴンソウルにならなかったのはアルモニクスがあったからだと言われていますこの世には7つのアルモニクスがあるのですがそれらはすべて光竜様の体から生み出されたものなのですラグナロクよりもはるかな昔に人々と心を通わせるため光竜様はアルモニクスを授けてくださいました光竜様の肉体が滅びた時ドラグナーたちがアルモニクスを奏でて力を送り続けた結果光竜様の意識は消えずに済んだのですこの世界のどこかで光竜様は眠り続けていると聞かされていたのですがこうして実際にお会いできた私は本当に幸せ者ですつまりユグドラシルってのはドラゴンたちの中でも最上級の強さを持った連中ってことさ帝国としてはどうしても手に入れたいはずだでも、帝国にはドラグマキナもいるよね。あれはユグドラシルじゃないんでしょ？もちろんですよ。ドラグマキナはラグナロクの時に神の側に組みして戦ったドラゴンなんです。神が作り出したドラゴンだって話なんですけど、ユグドラシルにも負けない力を持ってるらしいです。いわゆる伝説のドラゴン。ってやつですね神が封印されたせいでドラグマキナは眠りについたんだが
それを眠りから覚ましたのが公女エクセラだって話だぜ。そうだったんだ。神はとても大きな力を持った存在だったと伝えられています。そしてその力を使って世界を作り変えようとしたらしいんです。そういった神の行いを止めようとして光竜様を含むユグドラシルが神と戦ったのがラグナロクだったと言われています。光竜以外のユグドラシルは4体、ドラゴンソウルも4つ、そのうち陸竜は帝国がまんまと手に入れた。ってことは残りは3つ。帝国が陸竜以外のドラゴンソウルを見つけていなければですけどね。そうだな。だが全部を抑えちゃいないと思う。最低でも1つ、できれば3つともこっちで先に手に入れたいところだ。ねえキリカ様、ユグドラシルのドラゴンソウルがありそうなところってご存知だったりしませんか？今の時点で特定はできませんが、推測することはできます。ハイエルフたちは共に戦ったユグドラシルたちのドラゴンソウルをどこか安全な場所に祀ったのではないかと考えられます。おそらくそのような場所は現在でも遺跡となって残っていると思われるのですが、私たちの知る遺跡にそのようなものが見つかっていないということは、まだ知られていない遺跡がいくつもあるということではないでしょうか。そこにおそらくユグドラシルのドラゴンソウルが。雲をつかむような話だけど、今はそこからたどるしかないわね。まずは町に出て情報を集めてみましょう。Perfetto ragazzi, allora vediamo un attimino dove sarà la nostra direzione. Giustamente dobbiamo scendere, diciamo, al piano di sotto. Allora andiamo. Comunque il gioco è molto bello, mi sta piacendo veramente tanto, se devo dirvi la verità mi sta veramente piacendo tanto. Magari alcuni di voi non saranno d'accordo, ma io vi posso dire che mi sta veramente piacendo. Allora, dove andiamo? Vediamo un po'. Andiamo qui. Eh sì, tanto l'evento è qui, bisogna andare qui allora, è per forza. Ok, va bene, parliamo, parliamone, vediamo cosa vuole. そうなんだ。町のみんなにも聞いて回ってるんだけど、どこかそんな場所ないかな。遺跡自体を知ってるわけじゃないけど、草原にあるラドラム地下空洞な、知ってんだろ。前にプリムラを助けに行ったところね。ああ、実はあそこって昔いきなり草原の一部が陥没してできたらしいんだよ。で、その下に何があるかまだ全部は分かってないんだってさ。だからもしかしたらあそこなら。知られてない遺跡があるかもしれないってことか。今のところ他に手がかりもありませんし、とりあえず調査が必要なのではありませんか。でもさ、調査に行くなら気をつけろよ。あのあたり最近妙な噂があってさ。どうも出るらしいんだよ、幽霊が。幽霊？
どうしました？アグナム、顔色が悪いですぞ。え？いや、なんでもない。どんな幽霊なの？なんでも子供の幽霊らしいぜ。地下空洞に入ってくと、突然子供がどこからともなく現れて、出て行けって脅かしてくるんだってさ。そうか。幽霊話の真偽は分かりませんが、とにかくラドラム地下空洞には何かがありそうですね。そうね、調べに行きましょう。Ok ragazzi, allora qui è finita la, come si dice, la super chiacchierata, però... Ah, sono le pozioni quelle un po' più... Però non posso perché forse sono pieno di... Giusto. Vediamo un po', eh. Vabbè, per adesso noi andiamo... Dove si va in missione qui? Ah, bisogna tornare lì. Va bene. Usciamo dal villaggio, che l'uscita dovrebbe essere da questa parte, se ricordo bene, che oramai credo di averla imparata a memoria. E infatti è qui. E bisogna andare in che direzione? Siamo abbastanza vicini, dai, siamo abbastanza vicini, ragazzi, su. Ma non possono mettere che magari uno si sposta direttamente lì, no, eh? Vabbè, facciamo il tragitto, tanto mettiamo la mappa grande qui per vedere un pochettino, vabbè, la direzione di qui. Il gioco è veramente bello, ora qui non mi fermo a combattere, ragazzi, perché sono talmente livellato che prenderei pochi punti esperienza e quindi non farei nulla. Ok, andiamo giù. Perché tanto è l'unica destinazione dove andare. Per il momento è così, ragazzi. Perfetto, andiamo di qui, ma sì, non c'è problema. E ora credo che ci siamo quasi, eh. E infatti... Ok, lì viene indicato sulla mappa che l'evento è lì. Non mi fermerò a combattere perché non è il caso, di livello 16. Ci faccio il brodo per salire di livello. Ci si fa veramente il brodo. Andiamo direttamente qui al super evento che ci aspetta. Ok, finito qui l'evento, ragazzi. Ah no, il vero evento è qui. È qui. Ok, non ho ben capito cosa mi dà, qualcosina mi ha dato, non so che cosa di preciso, ma questa ragazza continua a spostarsi, noi continuiamo a seguirla per vedere cosa fare. Sicuramente potrebbe succedere che dobbiamo combatterci contro, ma va bene così, ragazzi, vogliamo combattere, combattiamo. Se bisognerà combattere, si combatte, non c'è problema. E noi ci sentiremo tra poco.
いないの。おかしいですね。見逃すはずなんて。誰のこと？気をつけてください。やはりこの方からドラゴンソウルの気配を感じます。ここは君たちの来るところじゃない。今すぐここから出ていくんだ。出ていくんだ。出ていく。出ていくんだ。さもないと。こいつやるか！待って！どうしたの、ユーマ？僕は知ってるんだ。なんだ、ユーマ？もしかしてこの幽霊、お前の知り合いか？この子は幽霊じゃないよ。何度か会ったことがあるんだ。ゲイルリッツ監獄で。双子の兄弟で、この子は確か妹の。妹？違う。僕は兄の方、エトだよ。間違えないでほしいな。え、兄の方？どうかしたの、ユーマ？いや、なんでもないんだ。ごめん。それより、僕のことを覚えててくれたんだね。ああ、妹のマリオンがなぜか君のことを好いていたからね。え？おしゃべりはそこまでですよ。ヨアヒム。久しぶりですね、あなた。こいつも知り合いなのか？こいつもゲイルリッツ監獄にいたんだ。僕やエトを研究していた魔導科学者だよ。ゲイルリッツ監獄にいた頃は一緒にいろいろなことをしましたっけね。楽しかったですか？楽しいわけないじゃないか。どの実験も最悪だった。もう二度とごめんだよ。そうですか。おかしいですね。あなたもあんなにいい声で。それにしても、私がスティグマで得た分析能力をかいくぐって交流のことを隠し通したなんて、これはやはりもう一度ゲイルリッツ監獄に帰ってきてもらってじっくり飼育し直すべきだとは思いませんか？ふざけるな！嫌だって言ってるだろう！そうですか。ならば仕方ありませんね。聞こえないのですか？お仕事です。こいつらを懲らしめてやりなさい。わかった。Ok, sapevo che molto probabilmente si doveva combattere e sinceramente io mi trasformo subito qui, ragazzi, in modo da dettare subito legge, diciamo, ecco. Subito per mettere i puntini su dei, diciamo, ecco, vai. Vediamo un po' se riesco a picchiare come si deve. Sembrerebbe di sì per il momento, eh. Per il momento sembrerebbe che ho la meglio, poi vediamo. Poi vediamo ragazzi, per il momento la meglio, poi si vedrà. Forse sono un po' troppo livellato per questa zona, ma va bene così. È sempre meglio livellare un po' di più, perché non si sa mai cosa può aspettarci più avanti, eh.
Ok, vediamo un po' qui. È durata pochissimo questa battaglia. Oh. もしもし大丈夫ですか？くそ、僕は。ああ、なるほど。なんとなく原因がわかりました。どうやら交流のせいですね。しばらくの間交流のそばにいたせいで、ドラゴンソウル自体が交流の力に支配され始めたのかもしれません。所詮その魔眼は一般的なドラゴンソウルを移植したものですから、そのあたりは無理もないですが。移植？大丈夫ですか？落ち着いてきた。もう大丈夫そうだ。そうですか。それはよかった。イグドラシルのドラゴンソウルも見つからないし、どうやらこの場所は外れのようですね。影も形も祀っていた形跡もありません。交流の捕獲はとてもできそうもないですし、今日はお待ちなさい。あなたの目は一体。うるさい。いない。今のどさくさで撤退したんだな。どうしてあんなことに。ユーマ、あのエトってことは友達だったの？いや、知ってはいたけど、それほど親しかったわけじゃないんだ。たまに顔を合わせるくらいで。正直、どっちがエトで、どっちがマリオンか、区別がつかない程度の知り合いでしかないよ。死んだのは、エトの方だと勘違いしてたくらいで。どういうことだ？実は、ゲイルリッツ監獄で、警備兵たちが噂してるのを聞いたことがあるんだ。エトは、何か、とんでもない実験に参加させられて、それが元で死んだって。でもあの子がエトなんでしょ？うん。だから僕の勘違いだったのかもしれない。エトがいたっていうことは、実験のことがただの噂だったか、あるいは死んだのはマリオンの方だったのか、どっちかなんだと思う。そう、あのエトという方がいなくなった途端にドラゴンソウルの気配も消えましたね。どうやらこの地下空洞にはドラゴンソウルはないようです。そっか。しかし、そうすると次はどこを探したらいいんだろうな。そうですね。遺跡を探すのなら何か記録が残っているかもしれませんし、お城の書庫で古文書を調べてみます。そうか、それじゃ
俺も手伝うぜ。あなたが…そんなに意外そうな顔するな。俺だって古文書ぐらい読めるんだ。それに俺は趣味であちこち歩き回ってるからな。アルフヘイムの地理には詳しいぜ。なるほど、アグナムの放浪壁も時には役立つわけですね。そうと決まれば一旦アストリアに戻りましょうか。リンナ、アグナム、お願いね。おう、調べ物の方は任せとけ。よし。Perfetto ragazzi, allora vediamo un po'. Allora, ci sarà un altro evento da fare qui, però direi di farlo nel prossimo gameplay, perché comunque questo qui è durato abbastanza ragazzi, quindi credo che vi vada bene. Nel prossimo gameplay andremo avanti e vedremo un po' cosa succederà. Quindi il vostro Diablotex, per il momento io vi ringrazio a tutti per il vostro supporto e tutto, insomma, tranquilli, perché con i gameplay si andrà avanti e si andrà veramente alla grande. Ciao a tutti ragazzacci e ragazzacce, vi do appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao, 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 e speriamo che questa serie vi continui a piacere, perché sarebbe un peccato interromperla, ma tanto non verrà interrotta. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima. Rock and roll!